キチャンネル。ちょ、さあ金曜日です。総チェックということで6月4日、交流戦2週目に入ってきまして、まあ3カード目です。まあこのカードで約半分になるっていうところで、まあね、交流戦で一気に広げたい、一気に縮めたい、このね18試合どう戦っていくのか、大事な1週間にね、この1週間の戦いでね、優勝、交流戦優勝あるかないかどうかっていうところがね、見えてくるんで、かなり大事な1週間になってくるかなと。その中でまず、火曜日の試合、6月4日、巨人対ロッテ、18対2で巨人の勝利ということで、ロッテ先発、小島、2回80球12安打1三振1デッドボール11失点で、育成から上がってきた二保が2失点、吉田亮が5失点っていう形で大惨敗。巨人先発山崎より6回113球4安打5三振3四球2失点っていう形で、まあ巨人はね、初回に坂本のタイムリー、そして立岡のタイムリーで先制で、3回裏に、先頭岡がライト前ヒット、小川がフォアボールで、高部送りバントで、ワンアウト2、3塁からポランコ犠牲フライの佐藤がタイムリーツーベースで2対2になった時は、おっと、これはまた初戦分からへんぞと、思った矢先に3回裏いきなりヘランデス、吉川、岡本、坂本、立岡、岸田、伊豆口、山崎より丸と、9者連続安打、これがセリーグ記録、タイ記録かな、セリーグ記録かな、惜しい。10者連続安打があんのよ。2010年、ロッテ、南から始まって南で終わる、佐々木9番目、めちゃくちゃプレッシャーあったけども、ヤクルト神宮で吉川投手から宇宙間ホームラン打ちました。ホッとしました。で、同日にオリックス対広島がね、オリックスが10者連続安打っていうところでね、ありましたけどもね、ヘルナンデスアウトね、で吉川内安打、岡本タイムリー、坂本押し出し、立岡タイムリーっていうところで、打者三巡はならなかったね。1イニング15得点だからね、最多得点、それもロッテ、オーマスで始まってオーマスで終わりね。7回にも岡本のヒット、8回にも、ヘルナンデスのスリーランホームランっていうところで18対2、解説不能です。まあ、強いて言うならばレフトポランコの守備ね、これ防げるあたり何個かあってよ。最後のこの丸のやつとかもそうだけども。まあでも仕方ないよね。だってそれをもう分かった上でレフトで使ってるわけだからね。正直ね。でもあの守備力で、2割3分2厘、ホームラン6本はね、正直きつい。もうちょっと打ってくれないと。もう DH 案件です。まあ仕方ないよね。そう分かった上で使ってたからね。そういった意味では、まあね、ポランコの守備もあったけども、まああれがなかっても、まあでも取れてるからね。アウトになるのとヒットになると大きい違いだからね。まあ仕方ないね。これはね。18対2。もう、ジャイアンツ、完勝でございます。巨人対ロッテ、6月5日試合、3対4でロッテの勝利ということで逃げ切り勝ち。この日ね、日本放送で解説してましたけども、ロッテ先発種市、8回124球、4安打9三振、3四球無失点っていうところで、まあストレートの走りも本当良かったし、フォークボールも良かったし、この日はね、なんと言ってもね、佐藤俊也のね、リードも光ってたね。あれ何回だったかな、これ6回だね。まあ5回6回光ってたけどね、5回もね、2アウト、1アウトね、2塁から秋広で、ね、フォークフォークで1ボール1ストライクでストレートファールにさせて、でフォークフォークで空振り三振で、ここね、丸の打席ストレートで空振りをして、でフォークボールでフォーク空振りで、ここでね、最後、フォークと見せかけて、秋広にフォーク行ってるからね、フォークと見せかけて、最後ストレートでね、振り遅れの空振り三振。で、6回ところもね、先頭ヘルナンデスがセンター、レフト前ヒット。ヘルナンデスいいね。コンパクトに右へ左にね、広角に打てるっていうところで、なんかね、この、外国人らしくないって言ったら、これポジティブなね、らしくないだけども、あの大雑把とかね、雑な感じでもない、しっかりで、コンパクトに振りに行って強振するわけでもなくて、高めにも低めにもね、対応できるっていうところでは非常にね、今後も、まあインコースだね、次攻められるのは多分インコースだと思うけども、まあそこをどう対応するかっていうところだけども、ね、そこは見てみたいのはあるけども、非常にいいバッティング。ね。で、ヘルナンデスがね、レフト前ヒット、そして吉川フォアボールで、ノーアウト、1、2塁のね、ピンチを作った中で、岡本とのね、対戦で、フォークボール、フォーク空振り。で、ストレートファール。で、フォークボール、ストレートボールで、ね、これストレートね、ツーボール、ツーストライクからインコースのストレートね、見逃し三振狙ってやつがね、ちょっと、引っ掛けて低めに行って投げ切れなくて、次どうすんだろうなぁ、スリーボール、ね、ツーストライクからどうすんのかなと思ったら、もう一回インコースのサイン出して、まあ、種市がね、見事に投げ切ったっていうところもあるけども、この配球も素晴らしかったし、ね、で、その後はね、ストレートを見逃しして、最後フォークボールでね、サードゴロ、ね、併殺崩れ。で、ここでね、2アウト、1、3塁ね、ここ3対0の状況の中でね、立岡に対して、
アウトコースをストレート見流し、ね、2球目もアウトコースのストレート見流し、普通に言ったらここね、フォークかなって思うところでね、その前の坂本もフォークで打ち取ってるっていうところで、3球勝負でインコースストレート空振り三振、ちょっと尺払い気味のね、この配球ね、佐藤俊也も素晴らしかった。あとはね、種市取れない切ったのも素晴らしかった。でその中でね、ロッテは、3回に先制っていうところで、先頭ねポランコはライト前ヒットで、高部もライト前ヒット、これポランコのライト前ヒットもね、1、2塁間シュート引いててめちゃくちゃ狭いところだったけどね。で高部のライト前ヒットもアウトコースね、若干変化球ね、タイミング外されながらもバットの先で引っ掛けてね、ライト前ヒットで2アウト、1、2塁からね、この、外の打席っていうところでね、初球ね、ストレートがボール。ね、2球目チェンジアップがファール。で、3球目チェンジアップがボールで、2ボール、1ストライクから4球目のストレート、アウトコース、高めに入ったストレートをライトスタンド。まあ、ギリギリね、ライトね、こうやって取る構えしてたからね、ライトぐらいかなと思ったけども、ギリギリホームランになって、3点先制っていうところもあるけども、まあ、ここね、ほったね、この試合5回89、3安打3三振、2球3失点。もうこの4回だけだからね、本当に打たれたのもね、ヒットが出たのっていうところもそうだけど、でもここはね、ベンチの阿部監督が試合後ね、これはベンチのね、作戦、ベンチが、アウトコースと指示して打たれたんで、当人たちは責任ないと、ベンチの責任だったっていうところを聞いてね、まあこれやっぱりね、ずっと前から言ってるけども、ジャイアンツは勝負どころになったらベンチからサインが出てるっていうところだから、キャッチャーのリードが悪いとかいいとかね、そういうのをなかなか言うのはね、難しいっていうところもあるし、俺はね、アウトコースストレートね、間違いじゃなかったと思うけどね、行くんだって低めなんだよね、低め。若干甘くてもいいから低め、やっぱ高めはね、そのまま今年持っていくっていうところもあるから、低め投げたらよかったかなと。あとやっぱりインコースはね、この前の阪神のところのゲッツーもそうだけど、やっぱりインコースのね、バットの出が悪いからね、やっぱインコースか低め。まあ今日の試合ね、どうなるかっていうところもあるけどもね、ここはね、ベンチのサインで打たれたっていうところも、こういうとこちゃんと言ってくれるからいいよね。信頼度がね、ありがたいし、キャッチャーもね、言われたことをやりやすいよね。ベンチが責任持ってくれるからね。そこら辺ではね、非常にこのコメントは良かったかなと。でもね、改めて言うけども、やっぱ全部じゃないけども、ピンチでね、ベンチからサインが出てることもありますよっていうね。そしてね、ロッテは全くね、そっからヒットも出ず、7回ね、やっと中村がヒットを打つけども、岡谷がダブルプレイ。で、9回にはね、ピッチャー泉、岡レフト前ヒット、高部送りバンドをするけども、小フライになってね。で、これがセカンドアウト。で、ワンアウト一塁から高部が盗塁。で、外ライトフライになるけども、ツーアウト二塁から佐藤俊也がね、レフトにタイムリーツーベースで、これ1点。これ大きかったね。あと、高部の盗塁もね、よかった。まあ、でもバットしっかりね、送っとかなきゃいけない。で、この試合でね、泉が、今年初失点っていうね。で、4対0、このまま終わるかなっていうところで、ブルペンはね、増田がやってたんだけども、まあ、4点目が入ってセーブステーションじゃないっていうところで、横山がね、マウンドに上がるけども、坂本ライト前ヒット、立岡サードゴロ、で、岸田がレフト前ヒット、で、伊豆口の時に、ワイルドピッチがあって、これはやっぱ止めなきゃいけないよね。ワンアウト2、3塁から伊豆口のセカンドゴロの間に1点、で、代打大城が3塁線を抜けるタイムリーツーベースで、2点目。で、丸フォアボール。で、ヘルナンデスがワンアウト二塁からセンターへタイムリーヒットで3点目。で、ツーアウト二塁1点差になるけども、吉川が最後ね、レフトフライでチェンジっていうね。ところで、増田がね、この大城のとこから上がるけどもね、まあ、しっかり対応されたっていうところもあるけども、やっぱ横山ね、もう前からそうだけど、勢いピッチングだから、やっぱ変化球の精度をもっと上げないといけないし、変化球のね、投げるときに腕が緩むね、ここがね、分かりやすいっていうところもあるから、もう勢いピッチングだからもうね、ストライク先行でしてればいいけども、もう神様お願いします状態、打ち損じてください状態になるから、それにしてはね、ストレートの質がまだまだ悪いっていうところで言うと、もっと変化球の精度を上げなきゃいけないんじゃないのかなと、ここから成長していくためにはね、ちょっと勢いピッチングでは正直苦しいっていうところはね、この9イニングの中でね、見えたんで、状態良くて、まっすぐ走って、ボール球振ってくれて、打ち損じてくれたら抑えれるけども、っていうね、ところで、調子が悪くても抑えられるようにするためには、やっぱ変化球の精度が必要かなっていうね。まあ、ジャイアンツもね、しっかり追い上げたけども、まあ、4対3っていうところでね、9回ね、追い上げ切れずっていうところで、まあ、ロッテ対巨人ね、1勝1敗の5分で最終戦どうなるのか。巨人対ロッテ、7対4で巨人の勝ちということで、このゲームね、巨人が2勝1敗で勝ち越しになりました。この試合、プロ野球ニュースでね、ピックアップゲームでお伝えしました通りですけども、ロッテ先発西野、4回66球、4安打4三振、西京4失点と、まあ今の現状ね、プロ野球ニュースでも言いましたけども、11連勝の時からね、チームの平均得点 3.6 点ということで、なかなかね、得点を上げれない中、先発がね、ちょっと崩れると、そっから逆転劇はね、まあ最後ね、ちょっとね、粘ったけどもね、なかなか難しかった。で、巨人先発井上ね、6回3分の2、114球、8安打6三振、無四球三振って、これ無四球がね、大きかったかなと。まあ、前回ね、高橋礼の後を継いで、4イニングをね、
フォークスしっかり抑えた中でね、チャンスを得てね、非常にね、そのものにした形になってね、勝ちになったんじゃないでしょうか。でね、ジャイアンツはね、2回の裏、ワンアウトから坂本フォアボール、縦コライト前ヒット、で、ワンアウト1塁からインコースのストレートをね、大城がライトスタンドへスリーランホームラン、頑張って。ね、まあ、前日ね、増田の、アウトコースの球をね、三塁線にタイムリーっていうところで、まあ、この一打でね、大きく何かが変わるんちゃうかって言ったけどもね、ものに見事に一発回答、この試合はね、キャッチャーとしてスタメンっていうところもあったし、本人としては緊張感もあった、重圧プレッシャーもあっただろう中でね、一打席目スリーランホームランは大きい。で、4回裏にもね、2アウトから立岡のサードゴロを中村翔吾がね、ファーストへ悪送球、バッとチェンジだったのに。ね、でその後ね盗塁成功させて、2アウト2塁から大城がねセンターのタイムリーヒットで4点目、大城が4打点ね、そして6回にも、ピッチャーね澤田に代わって岡本坂本が、連続ヒットでノーアウト1、3塁から立岡のタイムリーで大城フォアボールになって門脇アウト井上三振するけども2アウト満塁から丸がライト前のタイムリーヒットでもダメ押し、まあ、これもね7対0で終わるかなと思ったけども7回表ね小川内安打田村センター前ヒット2本目、田村もね久しぶりに帰ってきて、まあ、チームは大敗したけども、まあ、2本ヒット打ったっていうのはね今後に向けては明るい材料かなと。で代打愛と岡が連続三振するけども2アウト1塁から友杉がねセンターへタイムリーヒット、でここで応援に絡むけど高めがねしっかり引きつけて逆方向へレフト前で2アウト満塁から外がねレフトへ走者一掃のタイムリーツーベースで4点、まあでもねここまでかなっていうところだったね。まあここら辺はね、なかなかしぶといね攻撃をしたけども前半のね7失点っていうところは大きかった。でプロ野球ニュースでも言ったけども井上自身ねまっすぐカットスライダーっていうところも良かったし左バッテリーの通信も良かったけどもこの愛と岡をね三振取ったねフォークボールも良かったけどももっとねフォークとかチェンジアップでカウント通りできたりとかすればねもっと幅広い投球になるんでこっからローテーションピッチャーになっていくためにはそういった抜き球でねストライクを取るっていうところは重要になってくるのかなっていうところは見てて思いましたけども、まあ結果はね7対4ジャイアンツの勝利で2勝1敗勝ち越しね、ジャイアンツにとっては大きいね勝ち越しになったんじゃないでしょうか。続いて中日対ソフトバンク、こちらテレビ愛知で佐々木、福留と一緒にダブル解説名古屋まで行ってまいりましたっていうところで3対2ソフトバンク先勝っていうところで、ソフトバンク先発有原6回84球6安打2三振1四球2失点と、まあ2失点するけども有原自体の投球はねしっかりできたんじゃないのかなと。で中日先発高橋朗と5回107球8安打3三振無四球1失点と、まあ最低限の仕事はできたけど、まあ球数も多かったし、あとやっぱり立ち上がりからスプリット制球悪かったね。低く投げたらもう投げた瞬間ボール。で、高めに投げたら落ちないでそのままストライクゾーン。で、どうにかうまくしようと思ったら抜け気味で、左バッターだったアウトコースに逃げていくみたいな形で。で、まあ途中からね、カットボールとかに切り替えたけども、まあなかなか難しかったね。でもその中で、まあ状態悪かったと思うの。でもその中で5回1失点で抑えれたっていうところはね、非常に良かったと思うけども、まあ後々の試合展開で言うと、やっぱり5回しか投げれなかったのがね、まあ痛かったかなと。まあでも最強のリリーフ陣いるからね、それでも良かったんだけどもね。まあミスがね、響いたね。まあその中でね、ソフトバンクは、2回の表、山川ツーベース。で、近藤、中村アウトになるけども、2アウト3塁から甲斐がね、センターへタイムリーヒット。まあここでもね、福留と一緒に言ってたんだけども、甲斐がストレート全くタイミング合ってないのに、変化球で、だからもうこのカウント来たら変化球みたいなね、感じでいっちゃって、まあそれがね、まあいいところ決まってたんだけども、バットの先でね、センター前に運ばれて先制っていうね、あそこはストレートどうしても良かったかなと。これはね、ベンチの、山井だったかな、コーチね。ベンチの見解ももうちょっとストレートをね、使ってほしいっていうところも、ベンチリポートで入ってきたし、解説陣もそうやって言ってたしっていうところではね、まあ外から見てたらそういう感覚があっただけに、まあ間違ってないとは思うんだけどね。でもそっから3回からね、結構ストレートも多くなって、まあまとめていった。でもスプリットが効かないからフォアボールを取れない。だから、仕留めきれない。で、ファールになっちゃうっていうところで球数が多くなったと思うんだよね。ピッチャーの三振も入れての三三振だから、ちょっとこれは少なかったかなと。で、まあその後もね、ソフトバンクはね、4回にもね、ワンアウト一塁チャンス来るけども、甲斐、広瀬がね、ヒット打てず。で、5回にもね、柳町、今宮でチャンス来るけども、栗原、山川がね、1点取れてるね。チャンスは作るんだけどね。でもそこは高橋朗もしっかり踏ん張って。で、4回裏にね、中日、岡林センター前。で、福永がライト前ヒット。これエンドランになってね。いや、ここは動いた方がいいんちゃうかって解説でも言ったけど、いい具合に動いてね、セカンドがセカンドベースに入ったところにね、セカンドゴロ打って、1、3塁のビッグチャンス。で、細川がね、ライトへタイムリーツーベースっていうところで、ノーアウト1、2塁。
で、ここでね、中田がピッチャーゴロ、ディカーソンフォアボール。で、ワンアウト満塁から、もう山本はね、1打席目から右打ち右打ちでね、いい形で打ててたっていう中でね、ライトへ犠牲フライで1点を取って逆転。で、このままね、中日はね、これも勝ち切らなきゃいけなかったけども、まあ、7回表ね、ワンアウトから柳町がレフト前ヒット。柳町いいね、状態ね、いい感じ、引けてね、逆方向。で、ここで今宮がね、一流戦セーフティーバンドするんだけども、これ内野安打に結果的になるんだけども、ファースト中田が取って、ファーストに投げた瞬間に、後頭してね、悪送球。あれ、ちゃんと投げてたアウトだから、正直エラーでもよかったけどね。でもここでライト細川もね、グカバー、いいカバーしててね。なんとか、ワンアウト一三塁で踏ん張って、で、栗原のところでもね、フォーク最後、インコストレートって松山のね、清水か、投球も素晴らしかったけども、ツーアウト一三塁から山川の時にね、ワイルドピッチっていうね。まあでもあそこまで叩きつけてね、加藤、こう肩当たったからね、あれはね、もしと、肩こうやって入れなきゃいけないんだけど、あれ止めれたらもうスーパープレイだね。そんな簡単なワンパンじゃないね。だから止めなきゃいけないよ。大前提、体に当たってるってことは大前提止めなきゃいけないんだけども、止めたらもうファインプレイ。野手のダイビングぐらいのファインプレイ。ケーブル、そんなね、簡単じゃない。あそこまで叩きつけられるとやっぱ簡単じゃない。でも止めなきゃいけない。ここが難しいところ。ね。で、同点になって、で、9回にピッチャーね、ライデル・マルチで出てきて、ワンアウトから尾形がフォアボール。で、ここで尾形がね、プロ初盗塁するんだけども、今宮が送りバンドの構えしてる。これ万が一、この送りバンドをして、ライデル・マルチネスをクイックを遅くしよう、ランナーの意識をなくらそうとしてて、盗塁への布石だったらこの作戦すごいね。で、盗塁成功して、今宮三振するけども、栗原がね、バットの先っぽになんとか当たって、センターへの勝ち越しタイムリーヒットで、あとはね、ソフトバンクが逃げ切るっていうところで、中日はやっぱこのミスがなかったら、やっぱこの2対1で逃げ切り勝ちしなきゃいけない試合だからね。やっぱああいうところではミスが痛かったかなっていうね。で、フォークスはね、有原のぞ、又吉ね、ピンチつけるけども、長谷川がね、大島、大島ね、アウトコース、バット、ストレートもナイスピッチングだったし、まあ、杉山、松本ね、オスナがね、ベンチ入ってないんでね、しっかり、踏ん張り切れたかなっていうね。ドラゴンズはミスでの敗戦、初戦敗戦は痛かったですね。続いて中日対ソフトバンク、5対1でソフトバンクの勝利というところで、ソフトバンク大関ね、5回73球、4安打6三振、無四球無失点と、まあストライク先行でね、いろんなところにね、右バッターへのクロスの球っていうのが非常に良かったかなと。で、中日先発小笠原、5回86球、6安打5三振、2四球1デッドボール5失点と、まあいい時に勝たしてやらないからね、まあこういった時もあるやろうっていうところもあるけども、若干小笠原高く甘く入ったね、まあそこをね、見逃されず、ソフトバンクに通打されたかなっていうところで、2回はね、2アウトが柳町フォアボール、で、広瀬がライト前ヒット。で、ツーアウト一三塁から、海のね、ライト前タイムリーヒット。で、先制ソフトバンクっていうのもあるけど、俺いつも思うんだよね、こういうの。8番でツーアウト一三塁、しかも2回。大関なんてバッター立ってないんだから、敬遠で良くないっていう。いくら海野でもね、今海野打率いつ？いくつ？いくら1割5分6厘でもね、ピッチャーよりは打つでしょっていうね、ところもあるけども、俺こういう失点がね、なんかもったいないよねって思っちゃうんだよね。で、3回表もね、佐藤フォアボール、今宮セカンドゴロアウトになるけども、ワンアウト二塁からね。まあでもね、これね、ここの、セカンドゴロをランナーで、4-6-3ダブルプレーに行ったんだけども、ファーストのね、佐藤をセーフにして、こう山本の送球とかって言うんだけど、これエンドランだったんだよね。エンドランか、スリーボール、ツーストライクだったから、もうエンドランだったんだよね。で、ここね、バンドでなかなかね、遅れず、まあ、バスターしたり、いろいろね、したりっていうところで、エンドランだった中でね、多分あれちゃんと投げててもね、ファーストセーフだったと思うよ、これはタイミング的にね。で、ワンアウト二塁になって、今度栗原のセカンドゴロね、これ山本ファンボール、これバット。これは処理しなきゃいけないね。で、ワンアウト一三塁やって、山川三振するけども、近藤がね、レフトへタイムリーツーベース。で、柳町もね、センターへタイムリーヒット。で、広瀬がライトへタイムリーヒットっていうところで、広瀬もね、前日に松山からプロ初ヒット打ってからね、かなり気持ちが楽になったんだろうね。そういったところでは 2打席連続ヒット。しかもタイムリー。グッパッティング。ね。いいね、KO ボーイ。ね。で、一気に4点で5対0っていうところで、まあ、これで中日はなかなか苦しかったよね。他の回見てもね、まあ、2回もチャンス来るけど、2アウトでね、もう小笠原だから、まあ、なかなか難しいっていうところもあるしね。5回も先頭宇佐美に出るけども、まあ、8番ね、岡林がライトフライ、で、代打、上林がね、レフトフライ、で、福永が続けず、ね。まあ、これはもう5対0だからね、ランナーですけども、なかなか難しかった。で、8回はワンアウト1塁からね、細川がタイムリーヒット打って、ワンアウト1塁。で、中田三振、板山ね、ファーストゴロと続かずっていうところで、まあ、中日としては完敗かな。まあ、山本のミスっていうところは痛かったけどね、
ちょっとね、連夜に続いてなかなかいいところが見せれずっていうところのドラゴンズ攻撃陣でしたかね。まあ、ソフトバンクはね、1点必中で相手のミスをついてね、バーンってね、大量得点したっていうところは大きい勝利になって、ソフトバンクね、2連勝でした。中日対ソフトバンク3対0で中日の完封勝利というところで、ソフトバンク先発東山3回46球5安打2三振無四球無失点と、ちょっと打球が上がってね、途中で交代になったけども、石川がね3回46球2安打1三振2四球とね、まあなかなか踏ん張ったけども、4回の裏ねビシエドに、変わった直後ね、ライトへのソロホームランを打たれて一失点ね。そして、8回にね、で長谷川がね、初球、先頭ね細川フォアボールで、小田が送りバント失敗するけども、ビシエドのところでね敬遠、まあ、盗塁成功したんでね、でワンアウト一塁からね外野が前進してるところを加藤がね、センターオーバーのタイムリーツーベースで、まあこれダメ押しになったっていうね。中日先発柳ね、5回3分の2 78球4安打4三振2四球無失点っていうところで、バンテリンドーム2年ぶりの勝利ね、ところで、その後藤島、清水、松山、マルチネスとってね、完璧なリリーフ陣が踏ん張ったっていうところもあるし、この6回ね、先頭佐藤ライト前ヒット、今宮ダブルプレーになるけども、栗原ライト前ヒットで、ここでね山川の時にも思い切って藤島に変えて、で山川ねセンター前ヒットになるけども、近藤がねファーストライナーっていうところでしのぎ切って、もうここら辺はね、まあ柳に対してやっぱ勝ってないっていうところで、もう最強のリリーフ陣あるからね、もう素早く最初から行こうっていうね、しかも2連敗してるしっていうね、まあ怒涛のリリーフ系統でね、まあうまくいったっていうところではね、ベンチワークも選手の頑張りもねうまくいったんじゃないでしょうか。まあソフトバンクとしてはね7安打、攻撃としてはあんまりチャンスもなかったからね、まあこの試合は完敗っていうところだったんじゃないでしょうか。結果はね2勝1敗でホークスの勝ち越しでした。広島対日本ハム、5対0で日本ハムの勝利ということで、広島が首位に立ってからまた急激な連敗、なんと 1,2,3,4,5 連敗、5連勝して5連敗せっかくの連勝がみたいなね、感じに、なってますけども、広島先発トコだね、トコだ今季ね、6勝3敗勝ち頭だっただけにね、7回90球9安打1三振2四球4失点とね、まあ球数も少なくいい感じで投げてるように見えたけどね、最後踏ん張り切れず。で日本ハム先発北山、5回86球2安打5三振、2四球無失点とね、まあしっかり5回投げて、その後田中、ザバラ、カーのね黒柳、そして最後ね、生ためって言ったところがね、しっかりもう小刻みな継投してね踏ん張り切ったっていう中では、まあ、日本ハムからで言うと、もうこれね、この試合のテーマは、結局でもこれね、これ野球のね、もう縮図です。この試合が。結局野球は、2アウトからのチャンスでヒットが出るか出ないかだけです。ここが出るチームがやっぱり強いし、出ないチームは弱いし、まあ弱いっていうか負けるっていうね。中で、日本ハムはね、4回、水谷、ヒット、松本フォアボールで、郡司が送りバンド。ね、ここら辺は3番郡司もね、まあ、今季初送りバンドらしいけども、まあ、しっかりやっていくっていうところで、まあ、新庄監督もね、1年目はね、サーカス野球みたいな感じだったけども、ここに来てね、まあ、いろんなね、反省も、いろんな成功もね、やってきた中でね、やっぱ硬い野球もしっかりやってくる状況に応じてはね。で、ワンアウト2、3塁でマナチネスが、セカンドフライでアウトになるけども、2アウト2、3塁になってタミヤはね、レフト前へね、流し打ちないヒット。で、万波もね、レフトへタイムリーヒットっていうところで、2アウトからもね、しっかり2安打放って2点。で、5回にもね、2アウトから松本センター前、そして郡司がね、センターへタイムリーツーベースと、先ほどは送りバントでしっかり犠牲になって、次はね、ランナー1塁からでも長打を打って1点返す。で、6回にもね、タミヤセンター前、万波レフト前ヒット。で、ここでね、水野の送りバントをね、床田がファーストへ悪送球っていうね、ところで失点。あとここね、ノーアウト一三塁か、上川畑セカンドゴロ、野村ね、センターフライ。で、松本がライトフライとね、ここもトントンって言っとけばね、もう完璧に試合ね、もう決まってたから。で、8回にもね、2アウト1、2塁から水谷がね、ライトにタイムリーヒットと、このね、4イニング中3イニングがね、2アウトからの1本でね、点を取ってきてるっていうね。じゃあ、広島はどうかってなってくると、カープはね、全体的に6安打だから、そんなチャンスはなかったけども、3回の裏ね、1アウトから床田からピッチャーライト前ヒット。で、秋山アウトになるけども、マルチネスのね、野間のファーストゴロをマルチネスが後逸。で、2アウト1、3塁チャンス作るけども、琴野がショートゴロ。琴野がね、最近チャンスで打てなくなってるっていうところも、このね、連敗中のね、ちょっとチームを象徴してるかなっていうね。で、4回にも、末金ね、フォアボールでもここ盗塁試みでね、アウトっていうね、ところで、まあ、リクエストもあったけどね、判定変わらず。で、菊池がフォアボール。で、2アウト1塁。まあ、フォアボール2個あるけどね、続かずっていうね。で、7回にも2アウトからね、田中矢野の連続フォアボール、代打ね、松山、レフトフライね。で、9回にもね、
聖火に菊池田中とね、ヒットで続くけども、ワンアウト満塁から宇草林がね、連続三振っていうところで、最後のね、チャンスをものにできず、ね、結局は2アウトからね、1本出たか出ないかっていうところが、大きな試合展開にね、繋がった。まあ、日本ハムとしてもね、いい形の成長になったし、カープはね、やっぱりさっさと言ったようにね、勝ってる時にちゃんとやっておかないと、その一瞬の隙がね、こういう敗戦を招くっていうようなね、今流れになってるような気がします。2戦目はどうなるのか。広島対日本ハム6対0で広島の勝利、6月5日の試合っていうところで、まあ、この日ね、先発伊藤、7回113球、6安打8三振、2球3失点と、5連勝ならずっていうところでね、結構日本ハムね、開幕負けなしの5連勝で記録持ってる人多かったですけども、そこに並べず、今季初負けっていうね。で、広島先発森下、8回115球、5安打5三振、無四球無失点とね、ピッチ、完璧なピッチングだったと思います。日本ハムは1回先制、ね、先頭打者の秋山がホームラン。そして6回にいい形のね、ダメ押し。秋山ヒット、野間ヒットでね、ノーアウト1、2塁のチャンスを作って、ここでね、小園がバント。これをね、伊藤がファーストへ悪送球。小園はね、ここ内野安打になって、で、1点が入って、で、末金三振するけども、ワンアウト1、3塁から田中康介がね、レフトへ犠牲フライで3点。で、8回に、ね、矢沢に代わって、先頭の間がフォアボール、琴のライト前ヒット。で、末金ピッチャーゴロになるけども、ワンアウト2、3塁からね、田中康介がライトへ犠牲フライ。で、菊池屋の連続フォアボールで、相沢も押し出しのフォアボール。そして山本のワイルドピッチで一気に3点でもゲームセットっていう形で。まあ、日本ハムはね、ちょっとミスと結局ね、細かいことがこの試合はできなかったかなっていうね。3回の表、7番松本ライト前ヒット、上川畑ライト前ヒットで、9番伊藤ノーアウト1塁の時に、2球連続バント空振りで進塁させず、結果ショートゴロ。で、ワンアウト1、3塁になって、水谷三振、水野セカンドゴロ。だここきっちりやっぱ送りバント決めなきゃいけないよね。まあ打席に入ってないからっていうところもあるけども、こういうとこちゃんとやってたらね、自身のね、5連勝になってたかもしれない。で、その後ワンアウト1、3塁でこの水谷ね、このインコースにね、落ちる球ね、シンカー系のフォーク系三振しちゃったけども、あそこでね、1点取れてたらっていうところで取り切れず、ね。そして6回にもね、まだ1対0の状況で、伊藤がショートね、深いところ内野安打全力疾走。で、水谷がヒットで続いて、ノーアウト1塁。で、ここでまた水野がね、セーフティー気味のね、バンドをするけども成功できず、その後ヒッティングに変えるけども最後空振り三振で、郡司がセカンドフライ、マルチネスセカンドゴロとね、このノーアウト1、2のチャンスを3回、6回でね、生かしきれなかったっていうところがこの日のね、日本ハムの敗戦かなと。でしかもね、その6回の裏にね、自身伊藤のね、ミスで失点で、8回にもね、ワイルドピッチ、フォアボール連発っていうところでね、失点っていうところでは、日本ハムとしてはいいところがね、全く出なかった試合かなと。広島はね、まあ森下の好投もあり、相手のミスをついてね、しっかり投げ切った。この3回と6回ね、逆に言うとノーアウト1、2のね、2つのピンチを乗り切ったっていうところはね、非常に大きかったんじゃないでしょうか。続いて、広島対日本ハム3対1で広島の勝利というところで、このカード、2勝1敗で広島のね、勝ち越しになりましたね。まあ、その中でね、広島先発クリ、ね、7回101球、4安打3三振、無四球1失点で、2勝目。5月18日、ジャイアンツ戦以来の2勝目っていうところで、まあ、この試合ね、しっかり低めにね、変化球も制球できて、まあ、気合の投球っていうね、前回、前々回ぐらいからね、かなり気迫をね、前面に出したピッチングで、まあ、いい形のね、ピッチングになった。その中で、広島はね、初回、末金がね、ツーランホームランで先制。で、2回にも、ワンアウト2、3塁で秋山はね、犠牲フライを打って、前日のね、田中康介の、これ、バッティングが分かったと思いますっていうところで、秋山もね、ベテランの形でね、犠牲フライを打ってね、3対0っていうね、まあ、前半でね、ポンポンポンって3点ね、取ってくれたっていうところも、クリにとっては大きかったかなと。7回表にね、水野はスリーベース、そして水谷がね、ライトへ犠牲フライっていうところで1点返すけれども、まあ、日本ハムとしては連打も出なかったし、なかなか厳しいから、この試合はね、ちょっと苦しかったかなと。まあ、8回にね、クリから変わって、島内に変わって、万波がライトへツーベース、細川がね、ファーストゴールで進塁打になるけども、マルチネス、軍司とね、連続三振、ここはね、島内がしっかりよく踏ん張ったかなっていうね。で、最後は栗林がね、ポンポンポンと抑えてね、最後、タミヤにはセンター前ヒット打たれるけども、野村を三振と、タミヤが4番で2安打だからね、ここら辺はタミヤのね、この柔らかいバッティング、イチローさんバリのバットコントロールみたいなね、感じで結果を出したけども、まあ、試合展開からするとね、まあ、ちょっと日本ハムとしては連打もなく、まあ、これは3対1、ね、最小得点差だけども、ちょっとなすすめないに行く試合展開だったかなと。まあ、カープはね、しっかり序盤の3点というところが大きかったかなと。
で島内栗林でねしっかり締めて、2番もね鈴木筋生ため、黒柳ザバラとねしっかりリリーフもできたんでね、まあ試合負けたけどね試合展開としては悪くなかったんじゃないのかなと。まあ結果はねこのカードカープのね2勝1敗で勝ち越しでした。続いて阪神対楽天、3対1で楽天の勝利というところで、楽天先発ポンセ6回84球3安打6三振無四球1失点という形で、まあで何回もポンセのホーム言うけど、前回よりは多少この右足の股関節に体重も乗って体重移動も良くなってるかなっていうところはあるんだけど、まあもうちょっと状態高いような気がするんだよね。あそこはもうちょっと状態低くいければもっと体重乗ると思うんだけども、まああとはねタイガース打線が状態悪いっていうところもあるけども、これどっちのね要素が高いのか分かんないけども、まあ6回1失点とこうと。で阪神先発村上頌樹6回105球6安打7三振2球1失点、まあこちらも踏ん張ったけどね。でその後桐敷石井岩崎ね、まあこのねもう両者主砲不調ねチームという、で楽天はね浅村不調でねもうスタメンからね、消えるっていうね DH もないんでね。で逆に阪神ね、大山ねスターティングラインナップから消えるっていうね、どちらも消えるっていうね、ところでしたけども、まあこの試合ね、阪神が先制、4回裏ね先頭中野がスリーベース、小畑が三振するけども森下がねレフトへタイムリースリーベースで1点先制、なおもワンアウト三塁から近本ショートフライ糸原セカンドゴロ、4番5番っていうところで、まあここでもう1点でも取れてたらね糸原の打席でねまた状況大きく変わったかなっていうところもあるけども、5回にねすぐさま楽天が、先頭太田がツーベースでポンセがね送りバントをしっかり決めて、ワンアウト三塁から小郷が三振するけども、ツーアウト三塁から村林がねセンターへタイムリーヒットで、この1点大きかったね。でこっからはねもう逆に言うと阪神はなかなかチャンスができず、5-6-7とねシャットアウトされるんだけども、楽天はもうね6回から毎回チャンス、6回、2アウト1、2塁チャンス作って太田が三振で、7回小郷村林の連続ヒットでワンアウト1、2塁チャンス作るけども辰巳三振、そして鈴木大地がショートゴロで、8回2アウトから小深田太田が連続ヒットでチャンス作って代打浅村取っておきでフォアボールで、2アウト満塁から小郷がショートゴロで、9回にもね先頭村林がフォアボールで出てね、でその後、辰巳のセカンドゴロで2塁で行って、鈴木大地渡辺と、ライトフライ見逃し三振で1点取れず、もう5-6-7-8-9とねもう後半ずっとチャンスだけども、5回のね村林のタイムリーだけで、まあ、なかなか点取れずね、普通こうなったら負けるんだけどね。その中で8回裏阪神はね先頭渡辺がセンター前で、梅野が送りバントを決めて木浪フォアボールで、ワンアウト1塁のチャンス作って、ここでパーンって1点取れてばね、去年は取ってたねこの回の木浪がねっていうところがあったけども、木浪がフォアボールで、ワンアウト1塁から中野がねレフトフライ、そして代打原口ねサードゴロで1点取れずで、9回シャットアウトされて問題の10回表ねピッチャーゲラ投入でフランコがセンター前、高岡と送りバンドを決めて太田三振するけども、ここで代打成績がものすごく高いボギがセンターへのタイムリースリーベースを打って、2アウト3塁から大郷がライトへツーベースで行って2点もぎ取ったのは大きい。でも10回裏ピッチャー則本が上がるけども、ワンアウトからミニセスがレフト前ヒット、今季初ヒットかな、で梅野がアウトになるけども木浪がライト前ヒットで、2アウト1、3塁から、まあね、長打で同点っていうところで、中野が最後三振してね3対1で逃げ切り勝ちで、この結果ね大山とゲラが2軍降格でね、まあでもいいんじゃないね、もう早めにね交流戦のうちだったらまだなんとかなるから、この交流戦のうちに2軍で出てでセリーグとのね試合に戻ってきたらねいいんだから、今はね抹消するなら最適だよ。交流戦はね、ほんと、今日一日、セリーグ全敗っていうのもあったら、一日なかったことになるからね。そういったところではね、セリーグと相手と戦わないっていうところではね、まあ、落とすにはね、最適な時期かなっていうね。だから、ここしっかりね、修正して、どこまで上がってくれるか、あと残ったメンバーがね、どこまで頑張れるかっていうところもあるけども、まあ、ファースト原口とかもいるしね、そこら辺はどうなるのかっていうのは、試合展開次第。ね。初回ね、初戦としては楽天がチャンスで一本一本出ない中、やっと出てね、3対1。ね。その中では、酒井孫、鈴木空、則本とね、まあ則本さっきピンチを作ったけども、リリーフ陣がね、しっかり防いだっていうところも大きかったし、阪神もね、なんとかピンチになりながら踏ん張ったけどね、まあ初戦はね、3対1、楽天の先勝です。阪神対楽天、3対2で楽天の逆転勝ちっていうところで、この試合のテーマはこちらです。こんな試合してたら普通負けるのになぜか勝っちゃったっていうね、試合展開でした。楽天先発ね、うち6回92球8安打3三振1四球1デッドボール2失点と、ちょっとね味方の足引っ張られたっていうところもあるけども、まあ9大点のねピッチングいい感じじゃないでしょうかね。
で、その後ターリーね、渡辺、そして則本とね、しっかり引き継いで、結果的には勝ち。で、阪神先発大竹ね、6回3分の2、85球、8安打5三振、無四球無失点と非常にグッピッチ。いや、勝たしてやりたかったね、ほんのに素晴らしいピッチングだったけどね。で、その中で、まあ3回裏ね、阪神は2アウトから中野がライト前ヒット。で、2番に入った前川右京ね、センターへのタイムリーツーベースっていうところで1点先制。そして、5回裏には、先頭坂本のサードゴロを、鈴木大地がね、バウンド合わせられず、ファンブルエラー。で、大竹送りバントね、ここ失敗して、おどうなんやっていうところもあったけども、ワンアウト一塁から中野がね、またライト前ヒットでワンアウト一塁。で、ここでね、前川がフォアボール。で、ワンアウト満塁から森下のね、センターへのタイムリーヒットで2点目。まあ、ここでね、近本、糸原が続けずっていうところで、ここで阪神はね、もう1点取ってれば、もう勝ってたかもわかんない中、まあ、取り切れないところがね、なかなか今の阪神のね、苦しいところっていうところもあるけども、ね、楽天はね、4回、辰巳がね、レフト前ヒット。で、このね、鈴木大地のファーストライナー、辰巳が戻れずダブルプレイ。まあ、あれは戻れないけどね、あそこのライダーはね。でも、こういう運がないっていうところでね、その後渡辺がセンター前ヒット、このちぐはぐさ感。こういうのはね、負ける流れなんだよね。で、しかもね、この5回表にもね、ワンアウトから太田がレフト前ヒット。で、うちがね、送りバントできず。で、大郷がセンター前ヒット。で、村林がね、サードライナーっていうところで、月もないやん。ね。隙もない。で、ミスで失点する。ね。で、6回表には、ワンアウトから鈴木大地レフト前ヒット打ってんのに、渡辺のセンターフライで、なぜかあのセンターフライで鈴木大地がセカンドを回って大きくオーバーランして、ファースト戻りでダブルプレイ、バーッと大バーッと。ね。エラーはする、走塁ミスする、せっかく1500本安打打って、あ、大地、あ、1500本安打、おめでとう。ね、打ったのに、ベル君、こんなことしてたね。しかも、7回にもね、ワンアウトから小深田レフト前ヒット、太田三振するけども、代打浅村がね、ツーアウト一塁から、ピッチャー大竹から石井に代わってね、センター前ヒット。で、小郷がフォアボール。で、ツーアウト満塁になって1本っていうところでね、もうここはね、もう岡田監督、怒涛の投手交代。ね、大竹から石井に代わって、浅村にヒット打たれたら、大郷のところで島本に代わって、フォアボールになったら村林のところでウルシャラっていうね、もう岡田怒涛のリリーフ交代1イニング3人。まあ去年もよく見られたけどね。で、ここでね、2アウト満塁から村林がね、先頭フライとウルシャラがしっかり抑えてね、このままでね、もう勝つ流れ、もう楽天はミスして失点する攻撃では、走者が飛び出しダブルプレー。なぜかセカンド回ってセンターフライがダブルプレーね。で、フォアボール連発でチャンスくれてんのに一本出ないっていうね、ところでもう完全にね、負けゲームなわけ。それがね、8回表、ピッチャーね、桐敷が、マウンドに上がって、先頭辰巳がね、センターでツーベース。で、鈴木大地ね、セカンドゴロ、ここはしっかり進塁打。グッバッて。ね。で、ワンアウト三塁から代打ね、渡辺に代わって、阿部がね、ショートゴロで行って、まあ、ここはもう内野後ろ下がってね、もうこれはもうね、もうディフェンシブ、守りに入ってこのまま勝ち切ろうっていうね、まあ、この1点も大きかったけどね。で、9回の表、ピッチャーね、岩崎が出てきて、先頭小太がレフト前ヒット。で、大田が送りバンドを決めて、ワンアウト二塁で代打石原。で、ここ空振り三振。で、ツーアウト、二塁から小郷にね、3ボール1ストライクからアウトコースのストレートがインコースに入ってライトスタンドへの逆転ツーランホームラン大号グバテン。これまた岩崎またこの前のロッテ戦のトモスギの時もそうやき、あっとヒットリーからねなくなっちゃうっていう。俺もね阪神戦マリンでね藤川球児出てきた時にね、あっとヒットリーからね、フォークボール、左中間抜けるツーベースでね、同点になってね、無情に風船がね、から飛びするっていうところはね、経験してすごい気持ちよかったなっていうのはあるけども、小郷もね、やっぱりね、何回も言うけども、交流戦のイベントでね、みんなに名前覚えてられるように頑張りますっていうところでね、このね、阪神戦にこのね、勝負どころで岩崎からホームラン打ったらもう全国区ですよ、名前覚えられてますよ。小郷、ね、優也、ね、27歳、ね、みんな覚えてますよ、ね、このホームラン非常に大きかった、ね、2018年ドラフト7位6年目、ね、立正大学から楽天というところでね、素晴らしいホームラン。逆に阪神は痛い、あんなにミスしてもらってたのに。楽天も普通あそこまでミスしたら普通勝たれへんけどね。だから逆に阪神は結果論だけど、あの5回ねもう1点取ってればっていうところもあったし、まあなかなか苦しいね。でも森下のね、やっぱあのね、初球からしっかり振っていくとかね、ああいうとタイムリー出るからね、そういったところをもちびちにやっていくしかない。このね、あとまあね、いいことで言えばセリーグがね、結構交流戦負けてるんで、負けてもそんなにね、痛手なしっていうところもあるからね、これちびちに頑張っていくしかないっていうところで、明日どうなるのか、3連敗だけはね、避けなきゃいけないタイガース。ね、2連勝で楽天、3対2、逆転勝ちでございました。さあ、6月6日、阪神対楽天、4対1で楽天の勝利ということで、楽天が
3連勝、カード3連勝でございます。タイガースは3連敗というところで、まあこういったところでね、まあ交流戦になってきて、まあ相手が状態悪い中、しっかり勝ち切るっていうところがね、大事になってくる中で、楽天先発藤井ね、7回3分の1、104球、3安打7三振、1四球、1失点っていうところで、今季4勝1敗。この試合もストライク先行で勝負できたっていうところが大きい。まあ昨年まで言うとね、やっぱりボール先行して、ストライク取りに行ったところを打たれる、フォアボールでピンチを招いて、ストライク取りに行ったところをやられるっていうところが結構多かった中でね、まあ今日の試合もね、まあ初球ボールになっても2球目に必ずストライクを取ってくるっていうところで、早めに勝負ができた。ストライク先行で勝負ができて、甘くても低くっていうところで、いろんな球種を投げ分けれることもできたっていうところで、やっぱストライク先行がね、大きな藤井選手のねポテンシャルをさらに上げてるんじゃないのかなと。で、阪神先発西勇輝ね、6回100球4安打5三振3四球4失点っていうところで、楽天はね初回、先頭号フォアボール、村林三振するけども辰巳がレフトへツーベース、ワンアウト2、3塁からね杉大地のライトへタイムリーヒット2点先制。このトップからの出だしがね早い。今ね、だからかなりいい形だなと。で、阪神はね、3回裏、先頭梅野がツーベース、で、木浪がセカンドゴロで進塁打。で、ワンアウト3塁からね、ピッチャー西野はね、自身が高めのストレート、センター前、ね、タイムリーヒットで1点返すけども、4回表にね、すぐ鈴木大地ライト前ヒット、フランクアウトになるけども、阿部もアウト。で、2アウト2塁からね、小保方の、ピッチャーね、まぁちょっと弾いてね、ファーストエラーでね、1失点。で、太田敬遠で、2アウト1、2塁から藤井がね、ライトにタイムリーヒット、ピッチャーがね、お互い打ちまくるって言ったところで、まあ、4対1。だから、ここもエラーなければね、無失点で抑えてるところで、まあ、今のね、阪神は本当に、いい形の打撃もなく、そしてミスをしてしまうっていうところで、かなりね、いい方向に進んでないんじゃないのかなっていうね、ところで、まあ、楽天もね、4安打だから、まあ、ここしかね、攻撃してないっていうところで、まあ、しっかりね、初回に攻撃して得点をして、4回ね、相手のミスをついてしっかり得点する、ね。で、その他に、そこからね、藤井孫、鈴木空とね、まあ、則本がね、連投っていうところで休みを与えて、しっかりね、リリーフもね、踏ん張るって言った形ではね、いい形の勝ち方だったんじゃないでしょうか。まあ、今井監督もね、まあ、浅村が状態悪いと思うとね、外したっていうところがね、まあ、そういったところも4番の鈴木大地もいいしね、そこを思い切ってね、起用法を変えて外した。で、そして代々使っていくっていうね、ここも見事なね、采配でこの連勝にね、大きく今井采配がね、功を奏してるんじゃないのかなっていうところで、楽天の3連勝でした。DeNA 対オリックス3対1で DeNA の逆転勝ちっていうところで、この試合のテーマはこちらです。ザ・セリーグ野球、9番に入るピッチャーの明暗、これがセリーグ野球の難しさだ。そしてセリーグ野球を分かってるセリーグの監督の方が優位性が運べるんだっていうね、試合展開になりましたけども、オリックスはね、3回表ね、1番先頭中川がフォアボールで、ここでね、ケイがファーストへ悪送球で、ランナー2塁に進塁、そして福田が送りバントを決めて、ワンアウト3塁からショートゴロね、1点入るというところで、ノーヒットでオリックスはね、1点先制。最近ね、バッティングが調子悪い中でこういう1点はね、めちゃくちゃ大事。その中でね、5回裏ね、DeNA は2アウトから9番ケイがフォアボール、これ痛いよね、スピノーザね。そして、エビナがレフト前ヒットで、2アウト1塁からオースティンがね、レフトへタイムリーヒットというところでね、1点先制ね。まあそれもね、この1点先制っていう中でも、このね、西川のね、ファンブルは痛かったかなっていうね、ところで、まあここね、ファンブルまあしなくてもね、1点はね、確実に入ってるっていうところはあるけどもね、ランナーがね、進塁しちゃって、まあその後ね、失点しなかったからよかったけどもね、そして、7回裏、そのピッチャーね、ウィック、ピッチャーの打席のところでね、ケイからウィックに勝ってるからね、梶原が代打で出て、ツーベース、デビダ送りバンド決めて、ワンアウト三塁からオースティンのね、サードゴロ、ここもね、よく取ったけどね、まあでもあれ取ってでもホームは無理だったね、ねえ。で、勝ち越し。そして8回裏にも、6番佐野がセンター前、で山本が送りバンドを決めて、ワンアウト2塁から森がねライト前ヒットで、ワンアウト1、3塁になって、梶原をね内野ゴロの間に1点あげるというところで、ダメ押しの3対1ね。で、オリックスはですね、4回ワンアウトから西川がツーベース、で広岡がライトフライでアウトになるけども、ツーアウト2塁から若月が敬遠で、ツーアウト1、2塁からピッチャーエスピノーザね、ファーストゴロね、そしてで、2回にもね、先頭紅林がレフト前ヒット。で、西川広岡アウトになるけども、8番若月がライト前ヒット。で、2アウト1、2塁で9番ね、エスピノーザ。三振っていうところで、ね、
ただでさえ得点が最近上げられてないのに、チャンスがことごとくエスピノーサに行くっていうね。これがセリーグ野球の難しさっていうね。しかも4回でね、エスピノーサは変えられないっていうね。で、やっと7回になってね、エスピノーサのところに代打杉本レフト前っていうのもあるけども、ここはランナーなしっていう。これがセリーグ野球の難しさだっていうね、ところの試合展開になりましたけども、まあ、DNA はね、しっかり逃げ切ったっていうね、まあ、最初もエラーからの失点だからね、もったいなかったっていうところはあるけども、ウィック、山崎、安明ね、で、坂本、森原とね、しっかりリリーフが踏ん張ったっていうところは、まあ、大きな試合展開だったし、オリックスとしてはね、なかなか痛い。まあ、こういうね、運のなさ、打線のつながりの悪さっていうところもね、今のチーム状況を物語ってるかなっていうところで、初戦は3対1、DNA の先勝でした。DNA 対オリックス、1対2でオリックスの逆転勝ちっていうところでしたけども、この日のテーマはこちらです。取れる時に取らないからこうなる。はい、これでございます。はい。オリックス先発、田島ね、5回103球、7安打5三振、2四球1失点と、まあなんとか踏ん張ってね。で、DNA 先発、ジャクソン、6回88球、5安打5三振、1四球2失点っていうところで、まあ2対1だからね、お互い踏ん張ったっていうところがあるけども、ね、お互い追撃できずっていうね。オリックスはね、初回2アウトから、大田がね、サードゴロ、宮崎ファーストへ悪送球、バーッと。で、市川ライト前ヒットに続いて、2アウト1、3塁で5番紅林ピッチャーゴロでね、1点先制できず。逆に1回裏ね、DNA は海老名がね、ライトスタンドへ先頭打者ホームラン。ね。で、ここで1点先制するけども、梶原レフト前ヒット。で、佐野のセカンドゴロの間にセカンド行って、オースティン宮崎がもう1本打てず1点止まり。ね。2回のもね、ワンアウトから、若月がね、センターへツーベース打ってね、で、ここで福田サードフライ。で、まあ、田島は三振だからね、これはまあ、なかなか難しいっていうところはあるけども、ね、2回の裏 DNA、山本大和が連続ヒットでノーアウト1、2塁。ここでね、森がショートゴロ。で、ジャクソンがね、ワンアウト1、3塁から結局3バンド失敗っていうね、セーフティーバンド絡みのね、バンドができず、で、2アウト1、3塁からね、エビラの時に森が盗塁し、試みてアウト。ここ若月、グスロー。ね。そして、3回の裏にもね、DNA は先頭エビナがセンター前ヒット、梶原佐野が続けず、オースティンがツーベースで、ツーアウト2、3塁チャンス作るけども、宮崎が1本打てずっていうね。で、4回裏にも、山本ジャクソンがね、フォアボールでチャンスを作って、ツーアウト1塁、1番エビナね、ここまでホームランヒットと続いてきてるけども、ピッチャーね、田島のね、ワンタッチもあり、セカンドゴロで1本です。そんなことをしてると、5回の表、2アウトからだけども、胸がね、内野安打。そして大田が、ライトスタンドへギリギリのポール際にね、2ランホームランで逆転。その後、6、7、8、9とね、オリックスはほぼ攻撃できず。ね、もうこの大田のワンチャンのみ、得意の右打ちをライトスタンドまで掘り込む。ね、DNA もね、6回裏、先頭山本がね、変わって吉田からレフト前ヒット、山本送りバンドでチャンス作るけども、ワンアウト2塁から森がファーストゴロ、で、代打牧がね、センターフライで1点取れず、で、7回は三者凡退、8回も三者凡退、9回はね、2アウトから牧の内野安打ね、ギリギリね、リクエストでセーフになるけども、海老名が最後ね、三振っていうね、ところでチャンス生かせず、で、田島直人を継いだね、吉田、小田島、本田、町田とね、しっかり踏ん張り切って、まあ、DNA もね、中川、徳山とね、しっかり踏ん張り切ったけども、太田の一本で撃沈。あとはやっぱり DNA ね、ずっと言った時に言ってきたようにね、チャンスは幾度もあったけども、一本です。取りたい時に取れないから、こういう風な試合展開になりますよ、敗戦でした。はい、DNA 対オリックス3対1でオリックスの勝利というところで、オリックスがね、DNA に対して2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところに、なりましたね。その中で、DNA はね、この日、リリーフデーっていうところで、まあ、リリーフデーなのかな、これ、ショートイニングなのかな。まあ、でも、高島がね、4回59球、5安打2三振、1四球1失点っていうところだから、まあ、いい形のね、ピッチングもできたっていう中でね、その後、鈴木、吉田、山田、本田、町田とね、しっかりリリーフも踏ん張れたっていうところもあるから、リリーフデーなのかな。普通に、4回で変わっていったからね、まあまあいけるとこまでみたいな感じだったのかな。で、DNA はね、石田1回でね、ちょっと肩の違和感で交代になって、その後京田、ウィック、佐々木、千賀や、坂本、山崎、安明、徳山と行くけども、まあ逆転負けっていうね。
で、DeNA はね、初回、ツーアウトからね、牧がレフト前ヒット、筒香のね、レフトオーバーのフェンス直撃スリーベースで1点先制して、まあ、DeNA はね、この2回裏、先頭戸柱がセンター前ヒット出て、森が 6-4-3 ダブルプレー。で、3回の裏にもね、ワンアウトから海老名がセンター前ヒット、オースティンレフト前ヒットでワンアウト1塁チャンス来るけども、牧が 5-4-3 ダブルプレーと、この序盤のチャンス作っての、このダブルプレーっていうのはね、まあ、痛かったかなっていうね。で、オリックスはね、6回表にワンアウトからね、代打西野が、牧のね、悪送球、これちゃんとアウトにしとけばね、なんだ、もうこのまま勝ってたかもわかんない中で、ね、悪送球で出塁パーッと。で、宗がサードゴロでアウトになるけども、太田がフォアボール。で、ツーアウト1塁から西川がね、ライトへ同点タイムリーヒットっていうところで同点になって、で、8回にもね、ピッチャー山崎がさっき、先頭福田がフォアボール。で、西尾が送りバントを決めて、代打北がセカンドライナーでアウトになるけども、ツーアウト2塁から太田がね、レフトへタイムリー、レフト前ヒット。で、ツーアウト1、3塁から西川がね、レフトオーバーのフェンス直撃のタイムリーツーベースっていうところで、勝ち越し。で、9回にもね、先頭栗林がレフト前ヒット。頓宮が内野安打でノーアウト1、3塁からね、ここで徳山がワイルドピッチで3点目っていうね。まあ、この後ね、もうちょっとね、この、オリックスもね、追加点取れればって言ったところもあったけどね、まあ、しっかり白い切った。で、DeNA としてはね、8回裏ね、ワンアウトからオースティンがスリーベース、で、ワンアウト三塁から牧野ね、ショートライナーで、三塁ランナーダイソーの神里はね、ギャンブルスタートでスタート切ってて、ダブルプレーになって運もなかったっていうところでね、まあ、3対1、オリックスの、まあ、まあ、なかなか厳しかったけどね、いい形の勝ち方になったんじゃないでしょうか。まあ、結果はね、オリックスの2勝1敗で勝ち越しでした。続いて、ヤクルト西武4対3でヤクルトの逆転サヨナラ勝ちというところで、西武先発今井、8回3分の2、129球、2安打13振、5四球3失点と、素晴らしいピッチングなのになぜあんなことかっていうね。ヤクルト先発吉村、6回3分の2、104球、3安打9三振、2四球2失点という形でね、前回のね、ロッテ戦に比べると本当にね、いい形のピッチング。まあ、吉村がいいのか、西武打線が悪いのか、ここら辺はよくわからないけども、ね、初回、ヤクルトはね、先制、先頭西川フォアボール。で、ここしっかり盗塁を成功して、丸山ゴリク送りバント。で、ワンアウト3塁からね、長岡のレフトへ先制タイムリーヒットでしっかり1点取って、しかしヤクルトはね、この3回裏、先頭吉村がフォアボール、で西川センター前ヒット、丸山送りバントを決めて、全く初回と同じ展開で、ワンアウト2、3塁から長岡、ここセンターフライ、浅くてタッチアップできず、で村上がファーストゴロ、ここでもう1点でも取ってたら、もうちょっと楽な展開だったんじゃないのかなっていうね。で、西武はほぼほぼフォアボールはあるけども、ほぼほぼ前半攻撃全くしてなくて、やっとチャンス巡ってきたのが7回。先頭との際がレフトスタンドよ、ホームランで同点。で、昼間アウトになるけども、岸がセンター前ヒット。で、もうワンアウト1塁からでも元山がリバウンドを決めて、2アウト2塁から代打、栗山がね、センターオーバーのタイムリーツーベースで勝ち越し。普通こっからガンっていかなきゃいけない。栗山が打って一気にムード上げていこうぜっていうね。で、しかも9回表にも、先頭岸がレフトスタンドへホームランを打って3対1、ベテラン栗山、やっぱりこういう時はベテランだねっていうところでね、一気にボルテージも上がって、しかもヤクルト打線も5回以降ほぼノーチャンスって言ったところでね、9回裏、先頭丸山フォアボール、長岡三振、村上フォアボール、で、ワンアウト1塁から、サンタナを空振り三振、で、ツーアウト一塁になって山田哲人。なんとここでピッチャー今井に被ってアブレイユが登場。そしてそのアブレイユから山田哲人が、ライト線タイムリーツーベースで同点。で、ツーアウト二塁からファーストが空いてるからオスナ敬遠。で、代打、竹岡ね、サヨナラのチャンスで、三振っていうね、ところで延長戦へっていうね。最後まで行こうよ。あそこは、あそこまで来たら。いや、あそこで最後まで行かへんのだったらもう頭から変えてあげた方がいいよね。だから久野さんはピッチャーやから、このイニングの先頭から行くのと途中から行くのの難しさは分かるはずないけどな。分からんよな。なんでか。あそこまで行ってもう今井で打たれたら納得するんちゃうみんな。ね。しかも球数って言うんだったら、もう先頭から変えてもよかったよね。正直ね。まあ結果論になるけどもね。なんかね、あれだよね。で、10回表もね、西武、三者凡退で終わって、11回の裏、ね、ピッチャー松本に代わって、松本直樹がセンター前ヒット、西川フォアボール。で、丸がね、バントをしたら、サード滝沢がファーストへ悪送球で、結果サヨナラ勝ち。こんな、どうしたんみたいな。どうしたんみたいな。まあ、2戦目やな。切り替えて今日どうなるのかっていうところで、もういろいろあるけども、もう、西武ファンの皆さんどうですか？もうね、いろいろあるけども、ね。まあ、今日2戦目ね、
西武が勝ち越すためには勝たなきゃいけない、ヤクルトはこのまま勝っていくことがね、今セリーグの再開脱出に向けては大きく大事なところというところで、初戦はねよくわからない試合でヤクルトがさよなら勝利でした。ヤクルト対西武7対2でヤクルトの逆転勝ちっていうところで、この日のテーマはミス合戦の中で最後にとどめを刺せるのかどうかっていうところがね、試合展開の大きな鍵になりましたけども、西武先発隅田ね、5回3分の2、100球、5安打6三振、3四球、4失点、踏ん張りきれず、ヤクルト先発岡は6回3分の2、103球、5安打6三振、無四球、2失点というところで、まあ、フォアボールなくね、攻め切れたのが良かったかなと。その中でね、西武は4回先制、ね、ワンアウトから源田がセンター前で、栗山がね、ライトへタイムリーツーベースっていうところでね、1点先制、ね、で、その後、ワンアウト二塁から、昼間騎士とね、続かず、ね、こう、とどめさせず、ね、一点止まり。こういったところ、前日もそうだけども、やっぱりね、このベテラン栗山、こういうところでね、チームのピンチをね、救っていくベテランというところで、こういうのを勝っていくとね、状況大きく変わっていくんだけども、ね、で、ヤクルトはね、その一点取られたすぐに4回裏。ね、先頭丸山ツーベース、長岡送りバント決めて、ワンアウト三塁から村上三振、サンタナね、ライトフライト1点取るず、これも西武のね、めちゃくちゃいい流れなわけ。その中で、5回の裏、ワンアウトからね、丸山フォアボール、そして長岡が三振するけども、スタートを切ってた丸山が盗塁成功、古賀が悪送球で、ランナーが三塁へ。で、ツーアウト三塁から村上フォアボール、で、ワンアウト一三塁からサンタナがタイムリーヒットで1点、で、タイムリーヒットで逆転、ね。で、ツーアウト一塁からまた山田がフォアボール。で、ツーアウト一塁になって、隅田から平井に代わって、オスナがレフトスタンドでスリーランホームランで、とどめの一発。一気に5点。ね。でも、西武もね、7回表に、ワンアウトからね、岸がセンター前、本山ツーベース。で、ワンアウト二三塁から、ピッチャーね、小川から木沢に代わって、佐藤へフォアボール。で、ワンアウト満塁になって、ここで中村武雄の時に木沢が悪送球で1点。で、また中村フォアボールでワンアウト満塁。さあ、とどめで一撃をさせるかっていうところで、平井に代わって代打長谷川が、ファーストファールフライ。そして滝沢サードゴロと、とどめの一撃させず。ね。で、8回裏にはね、先頭村上フォアボール。ここね、上田。今季初登板。ね。山崎送りバントを決めて、ワンアウト二塁から竹岡がライトスタンドへとどめの一撃でツーランホームラン。7対2。ね。しかしね、西武も8回表ね、ピッチャー木沢から山本に変わった時に、源田がね、フォアボール。で、栗山昼間三振するけども、岸センター前ヒット、元山フォアボールでツーアウト満塁、とどめをさせるかっていうところで、ピッチャーね、先発からリリーフがね、てんやわんやでね、コンバートしてきた小沢が、ね、そして佐藤を見逃し三振で一撃させず。もう結果これなのよ。どちらもフォアボールっていうミスをね、ピッチャーがいっぱいしてきてるわけ。ワイルドピッチもそうだし、その中で、ヤクルトはね、オスナのスリーランでとどめ、ね。で、竹岡のツーランでとどめっていうところでね、結局、相手のミスをね、しっかりバッティングでランナーを全部返してくるっていうところができたね、ヤクルト。逆に西武はね、そうやってチャンスメイクで、ね、フォアボールで、相手がどんどん、ワイルドピッチしてからも、なおもフォアボールで満塁なのよ。その中で最後、とどめの一撃をさせずっていうね、ところがもう完全にね、この試合の展開の流れになったかなと。ね、いうところでやっぱ西武はそういった流れをね、ついていけないところがきついし、ヤクルトは逆にそういう相手のミスで上位でね、パパーってね、ついてきたのは大きかったんじゃないでしょうか。なんとかね、ピッチャー陣も悪いながらもね、なんとか踏ん張った。逆に西武に助けられたっていうところもあるかもしれません。2戦目も7対2、ヤクルトの連勝です。ヤクルト対西武、3対1でヤクルトの勝ちでヤクルト3連勝になりましたけども、西武先発菅井ね、5回103球、3安打4三振、4四球、2失点と、まあ球数多くなったけどもね、まあこっから西武もね、もう結構まあ新しい選手を使いながらね、未来に向けてのね、戦略も立てていかなきゃいけない中ね、まあ負け投手にはなったけどもね、いいところもかなりあったしね、この角度をつくストレートとかっていうところもあったし、非常にね、いい形になったんで、まあこっからね、どこまで成長するのかっていうところのね、スタートラインね、その中で本当にホームのバランスも良かったし、いいピッチングになったんじゃないのかなと。でヤクルト先発高橋奎二ね、7回96球2安打10三振2四球1失点と久しぶりの勝利になりましたけども、非常にねこの頭がねあんまりぶれない、頭がぶれないでしっかり軸ができて腕がしっかり振れてるっていうところでね、フォームのバランスも良かったし、ストレートの軌道も良かった、変化球の制球も良かった、まあ、しかしねこの7回ピンチ作るんだけども、山野辺ツーベースで栗山中村フォアボールで、ノーアウト満塁から岸三振、昼間ショートゴロの間に1点入れて、ツーアウト1、3塁から最後ね佐藤三振するんだけども、ここはもう力み倒して頭めっちゃ振ってたからね、まあ最後は気合のね力投でなんとか抑えたけども、
ね、やっぱり力感出すと頭振ってね、制球崩れるから、非常にね、前半はバランス良かったからね、そういったところをね、ピンチになっても冷静に、続けていけるかっていうところが今後ポイントかなっていうね。で、その中でヤクルトはね、2回の裏に2アウト満塁から丸山がね、レフトにタイムリーヒット。で、3回には山田哲人のホームランっていうところでいい形の先制。で、2対1になっても、8回裏にね、2アウト、1アウト1、3塁がオスナがタイムリーヒットと。まあ、この試合はね、ヒットそんなに打ててないけども、しっかりね、チャンスで最後の1本打ててね、3対1で高橋奎二の好投もあって勝ち切れたっていうのは大きかったし、このね、今不調のね、西武をしっかりね、3連勝で乗り切ってね、最下位からの逆襲、この交流戦でね、ちょっとでも詰めていきたいっていう中でね、状態が悪い西武を3連勝して勝ち星を広げたっていうのは非常に大きい試合で、高橋奎二にも勝ちがついてね、今後に向けては先発投手陣の中では明るいね、ニュースになったし、頭振らないね、頭振らないで腕を振れっていうね、力み倒して頭振らない、頭を狙わさないっていうのがね、非常にポイントかなと。まあ、その中でもね、前半は本当にバランス取れて非常にいいピッチングだったんでね、それ引き続きできるかどうかが勝負です。はい。さあ、続いてね、もう一つ事項行きましょう。東京ドーム、巨人対オリックス。オリックスの皆さん、ジャイアンツね、ちょっとね、ロッテが起こしちゃってね、連打連打で来るけどね、立岡いいよ、立岡。ヘルナンデスもいい感じになってきて、岡本、坂本も続いてきたからね、大城も帰ってきた。ちょっと打線が活発的になってるんでね、そこら辺ね、気をつけてやっていきましょう。ね、ジャイアンツの皆さん、オリックスね、まあ、横浜に勝ち越したけどね、そんなにチーム状態は良くないかな。でも西川がちょっと上がってきてるんでね、西川にはね、ちょっと気をつけていきましょう、ね、続いて神宮、ヤクルト対日本、日本ハムの皆さん、ヤクルトね、西武に3連勝来て勢い乗ってきてますから、でも結局はね、オスナ、サンタナです。ここら辺をね、しっかり抑えれるかどうかキーなんで、そこをね、しっかり抑えていきましょう、ね、ヤクルトの皆さん、日本ハムね、カープに負け越してるけどね、やっぱりね、チーム自体の内容はね、そんな悪くないからね、結構足も使ってくるし、そこら辺はね、気をつけていきましょう。タミヤはね、シャープの動きでやってくるからね、何番に入るか分からないし、初戦は山崎幸はね、バッティングいいから、そこら辺のね、左バッター気をつけていきましょう。水野も調子いいですよ。はい。そして横浜、DeNA対ソフトバンク。DeNA の皆さん、ソフトバンクね、まあ、柳田はね、いなくなったと言ってもね、若手の佐藤、そしてね、柳町ね、そして広瀬とね、結構躍動感あるからね、そういったところのね、底上げもできてきてるからね、なかなかね、名前がまだ全国区になってないけどもね、注意していかないとポンポンポンってやられますよ。はい。ソフトバンクのやつさん、DeNA ね、まあ、オースティンがね、ちょっと元気だからね、まあ、海老名、オースティン、ここら辺ね、気をつけていきましょう。あとね、ミスあるから、全力疾走忘れずに。中日対楽天。中日の皆さん、楽天ね、タイガースに3連勝来て勢い乗ってきてるからね、やっぱね、大郷、鈴木大地、ここをね、かなり調子いいと俺は見てるからね、注意していきましょう。ね。で、浅村がね、どうなってくるかだから、そこら辺もね、状態上がってくると怖いからね、気をつけてね。楽天の皆さん、ドラゴンズね、まあ、ドラゴンズ、ねまあ、先頭をね、しっかり抑えていれば、そんなね、大量失点しないと思う。だから先頭をね、しっかり抑えていこう。あとね、やっぱ6回ぐらいまで勝っとかないと、リリーフ陣強力だからね、前半から勝負よ。甲子園、阪神対西武。阪神の皆さん、西武ね、3連敗だから、3連敗。思い切っていきましょう。西武の皆さん、阪神、3連敗だから、思い切っていきましょう。流れ変わるかも。はい。広島対ロッテ。ロッテの皆さん、カープね、小園と末かね、ここの2人、キーポイントね、気をつけて一発もあるよ。チャンスに小僧に打たれたら打線回っちゃうよ。気をつけてね、はい。カープの皆さん、ロッテね、まあそんなね、攻撃爆発力ないけど、ちょっと集中であるからね、あと最後粘り強いから気をつけていこう。ね、あとはもう打ち合いになったら勝てるから、ね、そういったところでは、まあでも高めとかね、逆方向で足使ってくるからね、まあね、野球のやり方はね、カープに似てるからね、自分たちがやられて嫌なことはロッテにやられないようにしましょう。さあ、ということでね、もう勝負事項も終わりましたし、週末ね、もうあと半分ね、交流戦終わりましたから、今楽天首位ね、阪神最下位ですけども、あと半分ね、9試合、どうなるのか、皆さん楽しんでいきましょう。明日は広島、佐々木行きますんで、解説はしませんですけども、ホームテレビに金曜日の夕方ワイド、そして土曜日、ホームテレビ出ますので、ぜひ、カープ、番組ね、視聴地域の皆さん、見てください。それでは。